どうも皆さんこんにちは、三浦です。さあ次はこのアレバッチーの編にやっていきましょう。これでようやく仲間になってくれるはず。まあ仲間になってくれなくてもいいけど、このおっさん。お、まだ続いてんのこのシンディ編。なんとしてもヨーデル線を見つけるの。シンディ、まだ諦めてなかったのか。そうよ。何度言われようとヨーデルセンの力で人間に戻してもらうの。またその話でウィスか。2人とも飽きないですね。そもそもどこにいるかもわからないにゃん。ホリホリしてみればそのうち見つかるすこ。いや、穴の中にはいねえよ。非常にまずいですね、このやる気。ヨーデルセンが復活してしまったら、あれやらこれやらいけない秘密が。しかしだな、いつも言っている通りダンジョンは非常に危険なんだ。そう、危険なのです、シンディさん。特にヨーデルセンの潜むダンジョンは。望むところだわ。女はね、危険が多いほど燃えるのよ。女は度胸ってやつか。あれ、あ、はい。でも実はヨーデルセンの力にも秘密が。秘密ってなんだにゃ。人間を妖怪にするんじゃないにゃ。聞いちゃいます？当たり前よ。じゃあこうしましょう。私が皆さんに試練を出します。それをクリアできたらヨーデルセンを探しに行ける的な、ついでに秘密もわかる的な。任せて。私たちならどんな試練だって超えてみせるわ。みんな行くわよ。あれ、なんであれバッチンのが出てくるの？あ、これが試練ってやつね。私に勝ってみなさいみたいな。私に勝てないやつがヨーデルセンの妖怪を解放できるわけないでしょみたいな。勝ってしまった。皆さんさすがです。ぜひとも皆さんの冒険の協力をしたいところですが、シンディさんのお手伝いをしなければならないので、お力をお貸しできません。もし私の力が必要でしたら次の機会にお願いいたします。見事クリアしたわ。これでどう？約束通りヨーデルセンの力の秘密を教えてもらうわよ。仕方がないですね。お話しします。ヨーデルセンの本当の力とは、妖怪を人間に変えるではないのです。なんですって？それじゃあどんな力だって言うのよ。ヨーデルセンの本当の力は人間をサトウキビに変える力なのです。サトウキビ？どういうことにゃん？話が見えないずら。妖怪を人間に変えるんじゃないの？はい、違います。人間をサトウキビに変えるって、そんな力をどうする気だ？どうするって言われましても、私のボスは大の甘党でして、甘いものを探し回っているのです。しかしボス自身の能力は、実は妖怪を人間にする力なんですよ。何？お前のボスが？なのでボスの力で一度妖怪を人間にした後に、ヨーデルセの力を使って大量のサトウキビにという計画でして。なんだよその計画、むちゃくちゃだなそれ。つまりヨーデルセンは妖怪を人間に変えられないが、アレバッチーノのボスは妖怪を人間に変えられるにゃ。はい、ややこしいにゃ。っていうかヨーデルセンよりもお前のボスの方がすげえじゃん。普通に伝説の妖怪超えちゃってるし。っていうかそこまとめられなかったのか。妖怪から直接サトウキビに変えるとかさ。無理ですって。人間にするのも大変らしいですよ。いろいろ細かい調整があって。ご苦労な話ですね。っていうか、そんなことならヨーデルセン探す必要ないじゃない。まあそういうことになりますね。そんな大事なことをもっと早く言え。そう、なんか悪い人なのか悪くないのかよく分からなかったな今。よし、じゃあ仲間にしましょうね。リセマラして。何回できてくれるかな。おお、お力になるか分かりませんが、私の力をお貸しいたします。組織から命を狙われている以上、一人でいると危険ですからね。ああ、それと、もしここでお宝を探すのであれば、私を呼んでいただいても構いませんよ。もう渡せるものはありませんが、汚れない範囲でお手伝いいたしますので。こういうキャラだったんだ。顔でかっ。顔でかいなこれ。さあ、結構順調でございます。悪い取り付きにかからないか。なるほどね。あ、ついにバンバラ編、ついにバンバラヤー編が始まった丸1ということで、これ何回か続いていくんだね。よし、じゃあ今日はねここでおしまいにしたいなと思います。